こんにちは、ゆいです。今日は1月13日の土曜日なんですが、1月の8日にですね、私のお父さんのお兄ちゃんも、私にあたるおじちゃんなんだけど、が亡くなりました。で、今日の動画は何をするかというと、おじちゃんってもともとね、障害を持ってたんだけど、亡くなる前日まではすごく元気だったみたいなんだよね、で、ちょっと発作的なものに襲われて、そのままお亡くなりになっちゃったんだけど、遺品整理というものがね、遺族に残されたと、で、私からするとそこまでこう1年に何回も会ってたわけじゃないんだけど、やっぱその残されたうちのお父さんの兄弟、じゃあもうどうしようもできないと、で、私たちは、前々から、フリマをやったりね、ブックオフに通ったりとか、そういういろいろ経験を積んでいて、どういうものがお金になるとか、こういうものは売れないとか、そういう知識が少々あるから、ちょっとゆいごめん手伝ってくれないかってお父さんに言われたところから始まりまして、こういう話って、誰にでも起こりうるじゃない、誰だってさ、自分が明日死ぬと思って就活してるわけじゃないから、だから本当に生活してたそのままの部屋が多分残ってるのね、私はまだ行ってないんだけど、うちのお父さんはもう手続きとかがあって2回ぐらい行ってるんだけど、今回のこの動画は、遺品整理残された遺族たちがどういう、感じでね整理をするのかとか、こういうものがお金になるんだとか、簡単に言ってしまえば、もうね、何でもかんでも持ってってくれる軽トラの業者を呼ぶっていうのが多分一番簡単だと思うの、全部処分しちゃう、もう全部処分するっていう、それが簡単なんだけど、やっぱ膨大なお金がかかるし、やっぱ残されたものを有意義に活用するためには、仕分けから始めた方が、いいんじゃないかなということで、どうせだったら皆様のね、何か今後の参考になればと思って、動画を回したいと思います。今ね、一応現状としては大きなテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンは、地域のリサイクルショップに来ていただいて、もう取り外してあります、だから大きな家電とかはないんだけども、棚だったり、家具はあるので、そういったところ、1回じゃ終わらないと思うんだけど、今から3人で埼玉の方に向かって仕分けしたいと思います。はい、ただいま、埼玉のお家に着きました、鉄ガスの状態だと思ったんだけど、ある程度整理していただいたみたいで、こういう感じでね、ポリ袋が用意されておりました、ちょっと土足のままってことなので、土足のまま失礼いたします、さっきにも言ったけど、障害をね持っていたから、トイレとかお風呂が、介護者用のこういう感じになっておりまして、これ CD だね、すごいね、こういう感じで、おじちゃんはね、昔のアイドルがすごい好きだったのよほら、広瀬涼子さんがいますからこういうね、ケースとか、こういう感じでね。作戦としては、ブックオフって、本、CD、DVD、メンズ服、スポーツ服、貴金属、雑貨、おもちゃっていう風に分かれてるんだけど、ついてわたわたしないために、それに全部仕分けしていく、明らかにお金にならないものは、ゴミとして出していくと、そういった方法でやっていきたいと思います、よろしくお願いします。リサイクルの精神でということですね。そう、なるべくね、再利用できるものは再利用して、生々しい話だけども、葬儀代とかさ、いろいろお金がかかってくるわけじゃない、そこの足しにできるように頑張ろうじゃないかと。なんかね、野球が好きだったみたいでね、野球のユニフォームがいっぱいあります。この辺はね、多分売れると思います。じゃあ洋服ちょうだい。じゃあスポーツかな、スポーツ。どこから手つけていいか分かんない。ゴミ袋の一個ちょっと出して。これ。こっちもお父さん今整理したから。だったらやめたらいい。いやいや、もう取れたよ。違う、剥がれたんじゃなくて、ここだけ壁紙が綺麗なんだ。じゃこれも取っちゃう。
全然売れる、売れるね、うん、これは売れるかな、うん、あ、なるほど、カセットはちょっと申し訳ないけどダメだね、本物かどうか分かんないんだけどね、松井さんの100号ホームラン達成記念、まあ何個か作ったんじゃないこれをだけだけど、衣装ケースも空になりました。今このアタッシュケースを見つけたんだけど、なんと、まあ、大事そうなものがいっぱい入ってるんだけど、うん、私が少年チャンプルに出た時の DVD、 あおじちゃんにあげたんだよね、持って帰ろうかな、ここに入れといてくれたんだ、うん、あのもうないから映像が、うんうん、これ持って帰ろうかな、うん、今リサイクルできそうな売れそうなものをここに積み始めてます。こちらは電化製品、電化製品コードとかいっぱい、あとここは本 CD 類、これも本 CD、 そしてあとは雑貨とかおもちゃとかぬいぐるみとかそういうものです。まだまだ積みます。まだまだ積めそうだね、うん、もう思ったより入るね、やっぱここ
ここは団地だからね、あのゴミをいつでも出せるということで許可をいただいてゴミを捨てさせていただきました。なんと移動のポケベルかなが出てきました。画面はわかんない。でも移動って通信機器だよね。うん、12時ぐらいから作業を始めて、うん、ただいま3時38分で、はい、一通りここまで綺麗になりました。はい、すごいね。棚の中も空で、うん、ない、はい、こちらも空で、うわ、でこっちにあるのはもう私たちの手には負えず、うん、粗大ごみもね待ってられないじゃない、うん、だからもうこれは業者に呼んで、そうだね、軽トラ1台でいくらみたいな、うんうんうん、で引き取ってもらうっていう感じで、ここからは全部車にも積めないし、うん、そんな感じで、はい、はい、あでも思ったよりは早く終わったかな。終わったんじゃない、綺麗になった、綺麗になった。はい、こんな感じです。あーすごい、こっちも綺麗です。よし、じゃあね、おじちゃん、またね。はい、真っ暗で変な天気です。およそ2km、クジラレストランに来ました。入ります。そうですね、ジャキーンと、この見てください、はみ出たこのステーキ、はみ出ちゃってますけど大丈夫です。なんかね、すごい久々にね、うん、ショートケーキが食べたくて富士屋に来たんだけど、うん、こんな美味しそうなステーキに出会いました。いいですね、うちのお父さんも同じものを食べて、ご飯大盛りです。ポルチーニソースのパスタ、美味しそう、生パスタなんだってね、美味しそう。そしてこれは牡蠣のリゾットでございます。いただきます。何から食べよう、うん、パスタから食べよう。うん、美味しい。うん、これかけた方がいいわ。うん、美味しい、美味しい。うん、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。すっごいお腹すいた。すごい、すごいお腹すいた。うん、美味しい。土曜のこの時間にしては空いてるね。そうなの。うん、めちゃくちゃ美味しい。止まんない。やばい。カキうま。大きなカキ。うん。字は侮れない、本当に。めちゃくちゃ美味しい。うん。あ、ペコちゃんが来る。ちょっと見てて。ペコちゃん持ってて。ほら。誕生日を迎えられました。じゃあより一度心よりお祝い申し上げます。かわいいね、今年もやりたい。これが食べたくて富士屋に来たのよ今日は、はい、こちらイタリアンショートケーキ、ちゃんとねお皿も冷たいんだよ全部、はい、ホワイトチョコ生ケーキ、はい、スフレチーズケーキ、はい、これすごいよ、ガーンとお父さんのつぼ焼きシュークリーム、いただきます。もんちゃんが大好きなあの削り節がないね。これあれが食べたくて、あれが食べたかったんだよね。削ったホワイトチョコが。これレストランだからとかじゃないよね。あれ？あれ？うん。うん。美味しい。うん。うん。うん。こんな味だったっけ、こちら。いただきます。ちょっと違うな。なんかね、おやおや。うんうん。このそれの生クリームは同じ。同じじゃん。でもこれもっと鼻に抜ける感じが違ったよ、この人。それはちょっと同意見かも。これは美味しくて変わってないけど、やっぱり削り節がないと心細い。削り節。不満ばっかり。おいしい。やっぱレストランってあそこと違うのかな。いや一緒だよね、力取ってると思うよ。そうだよね、違う気がする。鼻に抜けないね。抜けない。食べる？食べ過ぎじゃない？3人で1万円だったけど。これ切ったらさ、乗せてほしいよね。あれだよ、削り節乗ってんじゃんよ。
出しちゃう。オッケー。それでは第一舞台行ってまいります。はい、こちらは本、ホビー、CD、うん、これもおもちゃもね、これをこうやって、これはメンズ見て頑張れ、いける、いける気をつけて、もちゃんも高くて、はい、私はこれをどうにかしなきゃ。スポーツみたいです、これ聞いてきたの今、うん、記念ボールね、これとユニフォーム3点あとはもう全部雑貨だね、はい、そうだね、いっぱいいっぱい、はい、またもう一回出発、はい、いってらっしゃい行きますよ。はい、これで最後になります。雑貨の追加と電気と、あと貴金属っていうのかな、貴重的なあの時計とか財布とか、まあ、ヴィトンのバッグがね出てきたから、これを出してみます。レディース以外の全カウンターに出したね、うん、それでは、明日のものと明後日のものがあるから、うん、後ほどお会いしましょう、はい、トランクの中はすっきりしたんですが、ブックオフじゃ引き取ってもらえないものが、オフハウスだと引き取ってもらえることが多いので、明らかにちょっと古い家電とか、あとね、大谷翔平のユニフォームがね、なぜかブックオフで値段がつかなかったんで、うん、もう一回オフハウスに出してみます。このね、食品も食べようかなと思ったんだけど、あのもう一緒に売っちゃおうと思います。だから明日か明後日オフハウスに行きます。この辺は全部オフハウスです。はい、次の日になりました、はい、こちらをオフハウスに出していきたいと思います。はい、食品がね、取り扱いがダメになってて、前は良かったんだけど、そうだよね、だからあのなんか市役所とかにフードバンクっていうの、うん、そういったものがあるから、これは全部寄付します。はい、一旦車に戻します。はい、壊れた時の保証ついているんですけども、はい、これもブックオフとオフハウスに行って、物をね仕分けて売りに出して、うん、今手元にはもう何もありません、うん、まあ、売れた額で言うと、うん、全部込みで、ざっくり5万円ぐらいかな、うん、おじちゃんはまあ独り身でね、うん、まあ私はもう20年ぐらいも会ってなくて、うん、まあちょっと障害でね寝たきりだったっていうこともあって、うん、まあ人よりは物が少なかったと思うんだよね。それに加えて、本とか、CD、DVD が結構多かったし、まあ、あと家電かなが結構値段がいったんじゃないかなと思っております、まあ、私がねこの動画で言いたいことはお金になりますよってことが言いたいんじゃなくて、うん、やっぱそうやって遺品整理をすることによって、まあ、物にもね私は命があると思ってるから、なるべくリサイクルでつなげられるものは次につないでいきたいし、個人にね思いを馳せるじゃないけど、まあ、例えば、ね、野球のユニフォームとかがあったんだけど、まあ、大谷家のね野球の血筋ってそっちに受け継がれてるなとかさ、あの宇多田ヒカルを中学生の時一緒に聞いたなとかさ、まあ、いろいろね思いを馳せながら整理をすることができて、まあ、心に踏ん切りがつくというかね、やっぱし私はねどっちかっていうと小中学生の時にとても、会っていたから、うん、大人になってから会わなくなっちゃったんだけど、うん、まあそういう、まあ、会ってなかったんだけど、まあ、整理したことによってまたおじちゃんを少し知れたというかね、うんうん、だから手伝ってよかったなってすごい思ってるし、うん、まあ、唯一ね心残りがあるとするなら、私おじちゃんにねYouTube をすごい教えたかったの、うん、見てほしくて、うん、でお父さんに教えたい教えたいって言ってたんだけど、うん、まあちょっとね言葉のコミュニケーションも少々難しくて、うん、まあ、教えられなかったんだよね、うん、そうで、まあ、それが唯一心残りで、はーって落ち込んでたんだけど、まあ今回のこのおじちゃんの一件があって、うん、うちのお父さんの方の親族に YouTube をやってるってことを言うことができて、うん、まあそれはもしかしたらおじちゃんの件がなかったらまだまだ先になってたことかもしれないんだけど、うん、まあ、ちょっとおじちゃんがつないでくれた縁じゃないけど、うん、まあそこで、うん、つながれたっていうのもあったから、うん、まあそのおじちゃんの思いは私が継いでいくみたいな、うんうん、そういうふうに、思えたから私はすごく言ってよかったなと思いました。あとね一つ感じたことはやっぱし
生きてるうちにやっぱある程度整理して、うん、例えばね、まあ、生々しいけどこれは棺桶に入れてほしいとか、うん、これは私が死んじゃったらもう捨てていいからと、うん、でやっぱこう貴金属類とか商品券、うん、年金手帳、保険証、そういう契約書みたいなのも一箇所にしておく、うん、でまあギリギリまで持っていたいものは持っていただいて、うん、で死んでしまったらこれは売りに出してねって、うん、一言ね、まあ家族なりお子様、うん、娘様、息子様に伝えるだけでも、まあ、整理するときに気持ちは違うし、うん、まあ、なんならね、先にやっぱ整理して売りに出して、うん、そのお金でそれでご飯をみんなで食べに行った方がいいんじゃないかと、うんうん、やっぱお金を持っていけないわけですから、うん、お金も物も、うんうん、だから、まあ、ちょっとね、就活っていうとうちの父さんも結構嫌な顔するのよ、うん、うちの父さんにね、もう年なんだから、うん、ちょっとまあいろいろね、クレジットカードの暗証番号とか何を契約してるとか、うん、そういうものって教えてもらわないと困るよいつかと、うん、でお父さん就活ノート持ってんのね、もらっといて書いてないよやっぱし、うん、やっぱね、ま、先延ばしになっちゃう、まあまあ、気持ちはわかるよそれは、すごく私もわかる、うん、なんなら私だってやんなきゃいけないんだから年関係なく、ね、そう誰だって、でもいつその瞬間が来てもいいように、うん、まあざっくりとね、大事なもの、うん、契約のもの、うん、捨ててもらいたいもの、うん、残してもらいたい、そのそれこそ、ま、孫の世代まで、うん、これは受け継いでってほしいんだったらもうそれを取っといてもらうと、うん、正直そういった遺言がなかったものだから、うんうん、私は遺品としてね、まあ、親族と遺品を分けたりしたんだけど、うん、もしかしたらおじちゃんはこのものは継いでほしかったっていう思いがあったかもしれないと思うと、うんうん、やっぱそこまではね、こういう状況になっちゃうと組めないから、うん、まあ、そこがね、まあ、私のこの動画を見てくださった皆様がね、うん、少しでもこういう思いが、まあ、減るじゃないけどしないようにというか、うんうん、ゆっくりゆっくり、もう書類一枚でもいいから、うん、もうね、書類のね仕分けも大変なんですそれとね、まあ、実際もんちゃんの、うん、まあ、遺品整理とまではいかないけども、まあ、遺品整理もやったことあるんだけど、うん、やっぱ施設にね入られて、うん、家を引き払うとかっていう整理もしたことがあるから、うん、すごく経験があるんだけど、うん、やっぱね、お金系のものって隠したがる傾向にあるじゃない、うん、で今回ね、おじちゃんの整理の時も、うん、まあ、詳細は伏せるけど、うん、えっていうところから出てきたの。なんかこういうことも本当にあるから、うん、隠すのはいいんだけど、その場所をやっぱ誰かに教えとかないと、うん、そのままもし捨ててたらって思うとゾッとするなっていうこともあるから、うんうん、やっぱそういうのは恥ずかしいというかね、あんましお金のものって言いたくない人もいると思うんだけど、うんうん、でもやっぱ残された人たちの思いを感じ取って、うん、準備しとくっていうのもいいんじゃないかなと、うん、まあ、生前葬なんていうものもあるからね今、うん、だからね、ちょっと私がね、まあ、電話して YouTube やってるんだって言って会いに行って、ちょっとおじちゃん少し整理してあげようかなんて、うん、これで売っておじちゃんほら新しい CD 買ってきたよみたいな、うん、そんな風にねコミュニケーション取れたなって今更思うけど、うんうん、まあ、仕方ありませんということでね、うん、まあこの動画がね、なんか間違った解釈でね、うん、ちょっと捉えてほしくないっていうか、うん、だからそこだけは切に願いたいと思います。まあね、全部捨ててももちろんいいんだけど、うん、その、まあ、集合住宅みたいなとこだったからゴミ捨て場もすごいことになっちゃうし、うん、まあね、リサイクルした方がいいのかなみたいな感じでしたよね。まあ、しかももう捨てれないものもあるじゃない、うん、正直だって小物家電とかさ、うん、粗大ゴミを待たなくちゃいけなかったりさ、うん、まあ、実際ね、大きな荷物とか今回置いてきてるけども、うん、うん、まあ、やり方いろいろあるよね、その業者呼んでとかさ、うん、なんかあれもあるよね、もう遺品整理専門の業者で、うん、その処理代と出てきた、うん、まあ、その金目のものというの、うん、金銭のもので差し引いて、うん、プラマイしてくれるみたいな、そうだね、なんか私ニュース番組で見たことあるんだけど、ね、売り上げ引いてみたいな、ね、うんうん、そういうのもいいと思うし、うん、多分ね、規模がね、今回はほら団地の、うん、まあ本当に一人暮らしのね、うん、方の単身者だったから、うん、私たちが3時間ぐらいでパッとできたけど、うん、これが本当もうお屋敷のようなね、うん、由緒こう代々受け継がれるようなお屋敷のうちのね整理なんてこんなもんじゃないはずだし、うん、
それこそ土地を持ってたりさ、うん、車持ってたり家持ってたりしたらもうそれこそてんてこまいになると思うの、ね、そういうのがまあおじちゃんはね、うん、あの単身者ということでそういうことなかったから、うんうん、そういうのはスムーズにいったっていうね、うんうん、だからまあそういうことも兼ねてまあちょっとね日頃から、うんうん、やるのもねいいかなっていうのが、ね、はい、はい、であとその物のね命、うんうん、リサイクルできるものはしていこうっていうことが、うん、この動画で伝わればなと思っております、はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。あの不二家のショートケーキがさ、うん、ちょっと不完全燃焼だったんだけどさ、なんとお父さんが違うショートケーキを、うん買ってきてくれました。これ2つ買ってきてくれたんだけど、はい、私食べちゃったのかね、もんちゃんのショートケーキ、うん、食べる、はい、もんちゃんが一口食べていいということなので、どうぞ。いちごはもんちゃん食べなね、うん、私この先でね、うん、ちなみにまんまパスタのね、うんうん、少々鼻から抜けるね、やっぱしもう食べたんでしょどっちが美味しいって言い方はしないけど鼻に抜けます、ちゃんと、はい。